はい、皆さんどうもこんにちは。ちょーまろ。久々の実写でなんか、久しぶりの実写でさ、なんかやっぱこう、なんか自分の体見なくて顔見ながらさ、撮ったりするとなんか意外と恥ずかしいもんだな、これ。はい、ということで皆さんどうもこんにちは。ちょーまろってことなんですけども、今回は、待たれたのかどうかわからないですけども、質問コーナーの方、やっていきたいと思いまーす。イエーイ。前もあったな、この茶番。うん、前もあったから、まあ、これはもう飛んでね、早速ね、質問コーナーの方をね、やっていきたいと思います。ということで、早速ね、一つ目からやっていきましょう。実際身長は何センチですか？まあ、身長なんですけども、まあ、ちょっとまあ、ね、あんまり言いたくはないんですけども、だいたいまあ、178センチぐらい。マロさん、他にどんなゲームとかをされるんですか？最近は、マリオメーカー2とか、これからやっていこうと思ってるのは、マイクラと、モンハンをね、ちょっとやっていこうかなとは考えてます。喋り方とか、笑い声とかに、毎日癒されるんですが、どうやったらいい声が出せますか？喋り方の生き物具合は、こうやって、喉の奥から、じゅわーっと出すように、喋れば、イケボは完成するよ。すいません。マロさんのおすすめのアニメを教えてください。お願いします。僕のおすすめのアニメなんですけども、なんかアクション系とか恋愛系とか、まあいろいろある中で、一番最近やっぱ、また見てね、いいなと思ったのは、トラドラっていうアニメですね。トラドラは、一応恋愛系のアニメで、ちょっとまあイラスト的に、まああんまり好きじゃない方も、いるかもしれないですけど、マジで一回見てみた方がいいです。あとは、まあ定番、土定番ところで言えば、SAO とか、ソードアートオンラインとか、リゼロですね。リゼロはね、間違いなく多分見て面白いと思うんで、あとこのスバもですね、このスバも見て面白いと思うんで、まあ面白かったらね、ぜひね、皆さん見てみてください。チェックしてください。あ、ここのカメラを見ないといけないのか。ここだな、ここ。ここ見て喋れんか。手がクリームパンと聞いたんですが、本当ですか？いや、僕そんなにね、手がなんかみんなね、クリームパンって僕がね、手元動画出すたびにね、クリームパンって言ってくるんですけども、多分そんなに、クリームパンじゃないような気がする。なんでそんなクリームパンなんですか？怒ってないよ。これ言ってて、OK?友達を前提に結婚してください。フレッツさん、友達を前提に結婚してくださいってね、一個飛んじゃってます。まずは子供から見ましょう。マロさんにとって視聴者はどのような存在ですか？あと、マロくん、恋しい？僕にとってリスナーさんは、本当にまあかけがえのない大切なものであって、まあ、間違いなくまあ見てくれる人とかもいなければ、まあこうやってね、応援してくれる人も、Twitter とかもね、YouTube のコメント欄もそうなんですけども、応援してくれる人がいなかったら僕もね、こんなにね、長く続けられてないっていうところもあるんで、本当にいつも感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、マル君に関してなんですけども、純粋にね、まあ1ヶ月近くもう会ってないんで、まあとりあえずはまあ本当に会いたい。普通に会いたい、マジで。視聴者さんのことがどれぐらい大切か体で表してください。視聴者さん、リスナーさんのことどれぐらいか、これくらい痛いよ。痛い。めっちゃ、もうただの変質者だ、マジで。デートはどこに行きますか？まあ、デートは基本的に僕がインドア派なんで、まあ、あんまり外に、まあ、外に出て遊ぶっていうのも全然僕は好きなんですけども、基本的には家で朝起きて一緒にいて、まあ、なんかそこから、ま、まったり起きて、ゲームやって、で、まあ、なんかご飯とか作ってなんか食べて、で、寝るの生活が一番好きかな。が一番いいんじゃないのかなって僕的には思います。はい。肘舐めれる？舐めれんわ。
肘は舐めれ、これ舐めれる人いんのこれ逆に。あーでもワンチャン下伸ばせばさ、ん、届くかもしれんけど多分舐めれん。はい。荒野行動がオワコンになったら YouTube 活動は続けるんですか？荒野行動が、まあ荒野行動が終わったとしても、まあ別ゲーで一応やっていこうかなと思ってるんですけど、まあ荒野行動自体がね、完全になんかオワコンになるとは僕はあんまり思ってなくて、なんならこの前あの荒野チャンプあったじゃないですか。その荒野チャンプの時に結構同説も6万人ぐらい多分生放送で撮れてたんで、本当になんかすごいなと思って、まだまだ可能性も感じるし、まあ仮に終わったとしても、まあ僕は終わらないです。一応、先もね、活動続けられるように、一応努力はしていきます。はい。なので皆さんね、毎日毎日動画ね、お願いします。見てください。お願いします。本当にお願いします。いつもありがとうございます。見てください。ありがとうございます。YouTuber に向いてる人って、どんな人だと思いますか？YouTuber、結構なんかなりたいっていう人が結構多分やっぱり最近はね、昔と違って YouTuber っていう職業が結構やっぱ世に知られてくるようになったと思うんで、それでね結構その、よく YouTuber になるためにどうすればいいですかとか、なんか YouTuber って、まあなんか、どういう感じでやればいいですかっていうコメントとかも結構いただくんですけども、多分常人じゃできないと、常人じゃっていうか、やっぱ何かになんか突出してる人とか、まあずっとなんか努力し続けられる人じゃないと、まあ僕もまだやり始めて1年なんで全然本当に何も言えないんですけども、まあやっぱコツ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 毎日しっかりやっていくことができる方とか、まあなんか本当に、まあ一言で言えば、また悪く、まあ悪くとかやられないけどね、これに関しては。まあ変人が多分 YouTube ではすごい活躍するんじゃないのかなとは僕はね、思ってます。はい。最近健全なチャンネルじゃなくなってるような気がするんですが、もう健全じゃないんですか？まあなんかよくね、僕ね、ちょっと健全なチャンネルじゃないってね、最近言われるんですよね。なんか卑猥な言葉が多いとか、まあなんか多分敵にやられたりする瞬間とかね、あんみたいな、なんかこれ実証してて、それ言ったら多分危ないと思って今言わんかったんですけど、まあそういうのがあるから、言われてるんですけど、まあ僕は健全なチャンネルですね。で、ここでね、今回ね、ちょっと紹介したい漫画があって、僕は最近読んでる。マロさんはなんでネタ枠になったんですか？なんかネタ枠になった理由っていうか、まあ、正直なんか、なんで僕もネタ枠になったか正直分かってないんですよ。分かってないっていうよりかは、まあ、昔多分最近見始めてくれた人、最近すごいチャンネル登録者数伸びて、昔の僕がどういう動画を出してたか多分知らない人いると思うんで、ちょっとね、軽く説明させていただくと、昔はね、結構モサ系で売ってて、普通にね。モサ系で売ってて、なんか、キルレ銃が教えるなんとか講座とかっていろいろやってたんですよ。なんで、解説系メインですね。解説系メインでやってたんですけども、まあ、多分大体3月か4月ぐらいから、もう一切解説系を出さずに、もうなんかネタ系の動画、なんかゴースティングとかなんかガソリンでとかなんかそういうのやつばっかやってたら、気づいたらなんかもうネタ枠になり上がってたんだよね。なんか気づいたら、ネタ枠っていう枠組みになってたっていう。まあはい、そんな感じですかね、多分きっと。橋本環奈さんは好きですか？めちゃくちゃ好きです。どれぐらい好きかっていうと、僕昔その、自分が高校1年生ぐらいの時、高校1年生ぐらいの時に、多分橋本環奈さん、その時はアイドル活動してたんですけども、そのアイドルのその活動してる最中に、その、ライブか。ライブとかも、5回っていうか、まあなんか、少ないな。なんかよく考えたら少ないんだけど、結構ね、その頻繁に通って、なんならその、僕が初めてライブ行ったのは橋本環奈さんだけなんですよね。アイドルとか結構いろいろ好きになったのもあるんですけど、橋本環奈さんのライブだけ行くぐらい好きで、まあ、僕のね、その YouTube 活動も、正直、この先、もしもね、引退するしないとかってなったら、まず僕は橋本環奈さんとコラボしない限りは YouTube はやめません。って言ってるとマジでじいちゃんばあちゃんぐらいはそうなるぐらいまで、俺がじいちゃんになるぐらいまで多分ちょっと YouTube やり続けることになるかもしれんから、まあ、なるべく頑張ります。はい。とにかく変態でエロくてネタ枠なマロさんですが、マロさんの長所はありますか？5個述べてください。かっこよくてイケボで超身長で手も細長くて、マロさんが自分で思う自分のいいところってどこですか？
間違いなく多分ポジティブなところ。溢れるポジティブ感。最後にまあ質問コーナーとはまた全然変わってくるんですけども、ちょっとしたちょっとお知らせっていうか、まあこれからどうしていくかっていうことについてちょっとね喋りたいと思います。まあそんな長く喋らないんでね、最後までちょっとね聞いてもらえたらありがたいんですけども、これから先は、まあ一応荒野行動をメインでやっぱりそれは出していくんですけども、今ちょっと結構ハマってるマリオメーカーもそうだし、さっき多分質問のコーナーで話したのもそうなんですけど、モンハンとか、まあその他にもなんかね、いろいろ PC ゲーとかをどんどんね、自分の方でね、発信していこうかな、とは、考えてます。なんでね、本当にね、皆さん、これから先、まあ、2、3年、まあもうちょい先まで、一応やっていく覚悟はあるんで、まあもしね、飽きずに、まあ、応援してくれるよとか、まあ、押してくれるよっていう方がいたら、ぜひともね、応援の方よろしくお願いします。まあ、ちょっとつむじ映っちゃうとね、またこれは、ハゲってバレちゃうんでね、まあ、これつむじまでは、下ろせないですけど、本当はもうちょっとね、本当はもうちょっとこう下げたいんだけど、ここ下げれないんで、ハゲってバレちゃうんで、そう。なんで、まあね、これから先も、よろしくお願いします。ってことで皆さん、この動画が良ければ、チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。ということで皆さんまた、バイチャ。